フリッツ・パウル・ハインリヒ・オット・クリンゲンベルクは、ドイツの軍人。武装親衛隊の将校として、第 2SS 装甲師団に所属したほか、第 17SS 装甲的弾兵士団では、師団長を務めた。彼は型破りかつ大胆な方法で、ユーゴスラビアの首都ベルグラードを占領し、その功績から騎士鉄十字章を受章している。フリッツ・クリンゲンベルクは、 1912年12月17日に、落農家の息子として、メクレンブルク・レイファースハーゲンにて生を受けた。趣味よく、高校を卒業した後、彼は、ロストック大学にて科学と歴史を専攻した。1931年1月12日には、国家社会主義ドイツ労働者党に入党し、85万13281932年11月14日には、 親衛隊への入隊を果たしている。九百三十四年になると、彼は大学を中退して、親衛隊特務部隊に入隊し、さらにバート・テルツに新設された、SS 士官学校第一期生となる。九百三十五年四月二十日、SS 士官学校を卒業した、彼は親衛隊将尉に任官し、ゲルマニア連隊及び、ダスライヒ連隊などの中隊に勤務した。 1936年12月には SSVT 総関ぶつけ参謀となり、1937年12月12日には新衛隊中尉に昇進する。1939年6月30日、ポーランド侵攻と第二次世界大戦の勃発が迫る中、クリンゲンベルクは新衛隊大尉に昇進した。以後、パウルハウサー新衛隊中将付の補佐官及び、 SS 特務士団におけるフランス戦線担当副官などを1940年8月まで務めた。1940年8月1日、第15オートバイ中隊、デアヒューラーの中隊長に任命される。1941年2月22日、各連隊付けオートバイ中隊を統合し、新たに SS 自動車化不評代隊、ダスライヒを編成する。クリンゲンベルクは、 第2中隊長となる。1941年3月、師団はユーゴスラビア侵攻に参加するべく、ルーマニアに移動した。報道隊員からベオグラード占領に関する取材を受ける、クリンゲンベルク1941年4月、師団はユーゴスラビア首都ベオグラードへの攻撃に参加する。1941年4月12日早朝、クリンゲンベルク率いるオートバイ中隊は、 ベオグラード奇襲の任務を受けて、ドナウ川沿いに移動して、パンチェボへ到達する。当初は、パンチェボから、ティミシュ川に架か,かる橋を渡り、ベオグラードに突入する予定であったが、伝令のために、機動力を発揮することが叶わず、彼らが到着する頃にはすでに橋は爆破されていたので、ある。クリンゲンベルクは SS 隊員わずか6名を引き連れて、ボートで川を渡り、ベオグラードへの潜入を試みた。 潜入後マもなくして20名ほどのユーゴスラビア兵の集団と遭遇するも、彼らは抵抗を試みることもなく、クリンゲンベルクに投降した。その後、クリンゲンベルク率いる文献隊は増強を受けつつ、師団主力と共同しつつ、ユーゴスラビア軍の反撃に耐え、市外の確保を宣言した上で、ドイツ大使館に針十字の旗を掲げた。 それから2時間後、ベオグラード市長がドイツ大使館を訪問し、クリンゲンベルクに対して正式に降伏を申し出たのである。市外に残存していた守備隊およそ1000名も投降した。その後、ベオグラード占領の選考を讃え、クリンゲンベルクには騎士鉄十字章が送られた。また、大使館付部官らの推薦により、ベオグラード市内司令官にも就任した。 1941年6月29日、オートバイ大隊の大隊長が負傷し、クリンゲンベルクはこれを代行する形で戦。この最中の1941年9月1日には、新鋭隊少佐に昇進を果たしている。1942年3月、SS 士官学校に教官として配属される。1943年7月には一度、ダスライヒ師団に復帰するも、 すぐに、教官勤務に戻されている。12月21日、新衛隊中佐に昇進。1944年3月15日、SS 士官学校長に就任。1944年12月21日、クリンゲンベルクは、新衛隊大佐に昇進を果たす。その2週間後の1月12日には、第 17SS 総攻敵弾兵士団。 ゲッツフォンベルリヒンゲンの師団長に任命された。師団は、マックス・ジモン将軍率いる SS 第13軍団に配置された。そして、ザールブリュッケン南東の前線で、ノイシュタットランダウ間の地域の守備につき、米第7軍第15軍団と対峙することとなる。1945年3月23日、第17師団の抵抗が崩壊する。同日、 クリンゲンベルクの戦士が確認された。彼はヘルクスハイムの生誕にあたる位置で8 8トル高射砲と米軍機構部隊の戦闘の最中に重傷を追い戦死した。彼はフランスのアンディリーにあるドイツ軍人墓地に埋葬された。クリンゲンベルクはいかにも SS 隊員らしい風貌で身長も1 9 3ルと高かった。彼の騎士鉄十字章授与式の折。 相当アドルフ・ヒトラーとの記念写真撮影が行われたが相当付け写真家のハインリヒホフマンはクリンゲンベルクに対して相当の真横に並ぶのではなく少し後ろに立つように求めた。これは身長1.75メートル程度のヒトラーがクリンゲンベルクと並ぶことでヒトラーが実際以上に小男に見えてしまう恐れがあったためである。クリンゲンベルクは指示通り何ほか 後ろに下がってから撮影に臨んだ。ただし、それでも二人の身長差が非常に目立つ写真となった。ありがとうございます。